あ、素人のカップルサブスク知ってるよ。ポルノハーバーを作ろうとしてる人でしょ。 YouTuber じゃなくてポルノハーバーっつって公認のエロみたいなやつやん。 YouTuber のエロ版。そう、カップルがそういうエッチなことしてるのを撮影して編集して動画アップしてるんですよ。そう、ポルノハーバーって言って素人エロカップルがいるんだよね。うん。で、今そこが事務所建てて、あのポルノハーバー募集中みたいな、私たちが熱心に教えますみたいな、エロでお金を稼ぎませんかって言って今本格的にやってんだよ。しこいかどうかは人によるかな。俺はしこくはない。 HH サイトはどこがいい。どうだろうね。最近なんか動画探しても似たようなやつしかないから、もう俺の脳内は同人誌の方に行ってるんで、あんまりエロ動画で頼ったりすることはないかな。まあ別にエロ動画でももちろんいけるけど、もうあの幅を広げてるんで、もう動画とかもう限界なんだよね。ネタも動画もネタも限界だから、同人誌の方がジャンルが多いんですよ。そうだから同人誌の方が結構そういう脳になれば面白いなっていう。だからでも漫画とか無理っていう人には無理だけど、いけるようになれば同人誌の方が世界が広いっす。うん、もう動画は飽きた。最近見たやつ同人誌で配給のエロいやつ、うん、配給にさ、田中とかいう選手のさ、お姉ちゃんいるじゃん、おっぱい大きい、サエコだっけ、タエコみたいな名前のさ、金髪のさ、なんかギャルいるでしょ。配給っていうあのジャンプのさ、あのバレーボールの漫画に田中のお姉ちゃんいるじゃん。あのお姉ちゃん、あ、サエコか、サエコっているじゃん。で、あのサエコを寝取るっていう同人誌があるんだよ。そう、なんか田中サエコはなんかあのドエロいなんとかみたいな、なんかタイトル忘れちゃったけど、その配給を舞台にしててサエコ姉さんを寝取るってやつがあるんだよ。うん、なんかそれ見てる今。面白いんだよ。うん。結構話がちゃんとあって。そう。で、最初は、なんかその、サエコが、なんかクズみたいな男と付き合ってんだよ。で、サエコが大学生なんだけど、クズみたいな男と付き合ってて、なんかその授業中に、そのサエコになんかエチエチなことさせるんだよね。で、それを、なんか他のクラスメイトの奴らが見ちゃってるというか聞いちゃってて、授業終わった後に、その彼氏の方に、おめえ今日さっきの授業でよ、つって、彼女にさ、抜かせてただろうみたいな。え、バレてたみたいな。いや、バレてるバカ野郎みたいな。つうか、おめえの彼女って本当にエロくていいよな、みたいな。いやー、俺たちキモータも、お前みたいな彼女とやれたらいいよな、なんて言って、まあ、無理だけどさ、なんて感じで、こう、会話すんだよ。そしたら、その彼氏がクズだから、え、いいよみたいな話になって、え、いいのみたいな話になって。じゃあどうしよっか、みたいな。まあ、じゃあ、目隠しさせるか、みたいな。で、彼氏が今日はちょっと特別なプレイしようよとか言って、その彼女にと話してて、今日は目隠しプレイしたいんだよねって言ったら、そんなことしたことない、恥ずかしいみたいな。でもなんか面白そうみたいな。興奮しそうみたいな感じで、目隠しさせて、そしたらなんかその同級生が部屋に入ってきて、みたいなシチュエーションなんですよ。そう、それが第1話なんですよ。で、第2話は、なんかその男たちの、欲望がこうどんどんでかくなって、なんか目隠しだとやっぱ顔の表情見えないから、やっぱ見えた方が興奮するけど、さすがにそれはできないよねって話になって、いやできるんじゃねえって言ってクズの彼氏が言って、いやあいつも俺の女だしみたいな、でもなんかあったらいいよ別に、俺別にセフレ何人もいるから、あいつが消えたっていいしみたいな、とりあえずそれ面白そうだからやってみようみたいな感じで、もうほんとクズな彼氏なんだよ。でなんかその普通に俺たち友達と一緒に遊びに行こうよみたいな感じで、そのバカな彼女は全然何も分からず彼氏についてったんだよ。だから彼氏と彼女と男二人みたいな。だから男三人女一人だよね。ほんでなんか温泉旅行みたいなの行くんだよ。そしたらなんか彼氏が酔ったふりして、なんかいやなんか興奮してきちゃったみたいな。で、何言ってんだよお前みたいな。まあ、ちょっとこうギャルで生きってる彼女なんだけど、口が悪いんだよ。いや何言ってんだお前みたいな。友達も見てるんだし、こんなとこで、おい、やめろよみたいなって。でも、俺、もう、収まんねえよみたいな感じになって、その友達二人が見てる前で始まっちゃうんだよ。バカお前、見てるだろうみたいな。場所変えようよ、ダメだよこんなとこでみたいな。でも男二人はもう、ぶっちゃけね、目隠ししてる間に寝とってるわけですよ。でもそれ知らないから、彼女は。バカとか言うんだよ。いいだろみたいな。この方が興奮するじゃないかとか言って始まっちゃって、んで、まあ最終的には、やっちゃうんだけど、せっかくだからさ、みたいな。
お前が寝取られてる姿見て俺興奮するよみたいな。そしたら彼女が、いやお前がいいって言うんだったらいいけど、いいんかーいみたいな流れになって、結局その目隠しない状態で、もう見えてる状態でやるみたいな。そう、これが第2話なんですよ。で、第3話まであるんですよ、今。第3話は、いよいよマネージャーに手を出すんですよ。そのクズな彼氏が。そう。その、田中、弟の方を使って、なんか、田中くんさ、みたいな。いろいろ、何やりだね、みたいな。君んとこのマネージャーいるだろうみたいな。そう。ちょっとあの子と繋げてほしいんだよな、みたいな。なって、その田中くんが脅されて、マネージャー呼び出されて、そのクズな彼氏になんか飲み物に毒みたいなの盛られて、なんかいよいよやるみたいな流れだった気がする。それが第3話、うん、で今第3話まで出てるっていうね、うん、作者の方には申し訳ないですけど、やっぱ同人誌って出たばっかりとかはないけど、出て何年も経つと普通にネット上に転がってるっていう、だから結構閲覧しやすいから、なんかいろんなもの見れていいなっていう。動画とかより多いんだわ。そう。だから一応俺は、本当は全部買ってみた方がいいけど、さすがに見れないんで、自分の本当にお気に入りのクロス語り先生とか、ああいうのだけは買ってみてるようにしてん。多少は貢献しないとな、みたいな。ただで見させてもらうのもなっていう。見させてもらうというか、見てるのは自分だけどさ。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。